千里川は大阪府を流れる淀川水系の一級河川、稲川の支流。昭和40年代から50年代にかけて行われた改修工事以前までは、暴れ川として治水対策に悩まされてきた。大阪府美濃市内の美濃山から流れ出し、美濃市茅野の4丁目、船場西1丁目の藤原橋付近で芋川と合流、豊中市の北西部を流れて、 豊中知里総西で稲川に合流する。一級河川の指定は、見直し白島から始まる。昔から地元住民の大切な資源であり、天明の頃に起きた、天明の大基金では、地元住民が水をめぐって、騒動になることもしばしばあったが、洪水や氾濫が相次いで発生し、地元住民を非常に苦しめていた。昭和42年に発生して、 死者61名を出した北雪豪雨では過去最悪の被害を受け、これにより地里川の治水対策が見直されることとなり、改修工事が行われるようになった。この改修工事の記念碑が野畑地区に残っている。工事は川を直線化するというものであり、昭和40年代から50年代にかけて行われ、上流の北緑川岡周辺から大きく S 字型に、 打行していた部分を回収した結果、ほとんど洪水や氾濫などはなくなり、暴れ川と呼ばれなくなった。なお、北雪豪雨による被害は、藍川の治水も見直されることに及び、藍川ダムが2017年現在も建設中である。回収後、川沿いには、音や回転等で水位の上昇を知らせる、地里川水情報システムが設置されているほか、 豊中市公式サイトでは市内を走る他の川も含めた豊中市浸水ハザードマップを公開している。ミノーズモール付近大阪国際空港南側の原田新入東京付近にて滑走路へ着陸する航空機。写真左に滑走路がある。説明書図には一名、無車川。またの波の輪川またのなた城川。水源か野の谷。 マキノの日経より桜板に及び新面、ミノは、走り、勝部を経て、稲川に入るとある。ありがとうございます。